はい、と2023年4月17日になりましたということで、あの神田で12時7分でございますけど、まあ、とりあえずちゃっちゃと行きましょうということで、どうしたの今日は急に、そんな忙しくないでしょ、うん、ということで差し引きますと、うん、計算しにくい数字だね。88でございますね。ございますっていう時は大体ダメだとね。88の60いい数字だから、まあ、あれだろ、切りのいいところで止めたら、そうそんなことないよということで、微妙だな、微妙だな。まあ、とりあえず行きましょうということなんですけど、あれこれじゃない、これじゃない。まあいろいろ遊びましたけど、歌舞伎がデッキ的に強いのかどうのかっていうのは、ちょっとよくわかんねえ。てか、おそらくどんな構成しても後ろ結局さ、ヴィッセル有効で並べとけば、そこまであれなんか差が出るんかなって。入ってみましょうか。確かにこれね、やっててね、思ったけどさ、これを普段使ってる構成だと私、多分3枠がフォニーになると思うんですよ。やってみるとね、じれったいね、あれは、うん、思う。あれ。これだ、言語化じゃないけど、どういう理屈で説明しやいんかなって。3のところ。ただあれだね、先生よくやっ、あれだな、ほんといやらしい対策だったけど、私もやってみました。歌舞伎対策じゃないけど。やっぱガリソといいねみたいに、2色のなんか並べられると、あれはさすがに辛い、うん、っていうところある。うん。そこはある。どんなか、まあそうだな、どうあれなんだろうな、どういう言語化で説明じゃないけどさ、落とせる有利はまあ確かにっていうところもある。うん。これ押さない方がいいよ。先に押しちゃったので。あ、賢いね、あれね。あれ賢い。多分あれだね。賢いだ。やり方賢いね。これいいね、いいね。あ、そっち行ったか。難しかったね。あれ賢いと思ったんだけど、私。私賢いと思ったんだけどな、あれ。知らないもんな。打つしかないんだもん。賢いなと思ったな、あれな。これがもったいない、なんか。打つのが。うん。あれ、いけたかなと思ったんだけどね。先押しにして。色変えとりゃよかったら正解じゃ、正解は正解なんだけど、あれでいけたかなと思って、わざわざたげらんかったんだけど。うん。あれはもったいないんだよね。うん。で、一番差が出るのが、3枠のガスターだろうな、やっぱり。デッキ的なところ行ったら。それはまあいいわ。その構築はまあいいわ。問題はその歌舞伎なんだって。歌舞伎とフォニーで比べるわけじゃないけどさ、どういう時にさ、弱くはないんですよ。っていうか、フォニーよりいいんじゃねえかなとは思っとる。っていうのが、まあもちろん出始めで、使っとる人はそこそこおる。うん、そこそこはおる。うん。おる。おる。おるんだけど、先行者、もう神々だね、もうね。ぐだぐだだね。先行者優位じゃないけどさ、先に使っとる方がありますが、当然。早く手に入れて、早く突っ取る方が、それは、通用するかどうかは別として、優位に立つやすさはありますが。そういうところでどうかなっていうのはある。うん。だから要は何？自分だけ持っとって、パレンケ落とせるけど、相手は落とせない。まあ、持っとる人そこそこおるからあれですよ。うん。っていう状況ではないけど、若干そういうところはあるんじゃないかなと思っとる。うん。どう言語化じゃないけど説明してなんかあれなんかな。ぐだぐだ試合だな。これだ。こっちがあれなんだろう、確か。
あのあれだな、あそこ体力少ないでな、あのマルコちゃんが比べた時にどうあれなんかなっていうのが。思っとる。これ私あの1対1じゃないけどさ、その対マンじゃないけど対面で戦うっていう前提で考えてみたのにさ、ありがとうございましたということで、このまあその遅延とか短縮から見て、それでとりあえず抜きにしてさ、歌舞伎の強さっていうところ、対戦で一気の中でありがとうございましたということで、あのなんだデッキの中でのそのフォニーとの差別化じゃないけどコストに取るし、ステもひっくり返したらそんなあれでしょ、フォニーがあれか、体力が体力タイプか、そんでも6800はないか、鳴り物にじゃないけど3枠のあれだもんね、とりあえず3万コースっていうのは破格の火力で、あなたそんなに大したことないじゃないけど、うん、であの落とす分にはね、けど使ってみると別にそんなになんかなんて言うんだろう、ずる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 これの影響で言っておくことはなかったけど、まあ一番はこれでも本当に言うこと言うと、ガッサ入れて拾って結局あれもあれだと思う、あの全部比較してなんか何細かく統計取ってこのデッキがこんな風とかやってやっとるわけじゃない、それやるんだったら本当に50戦以上とかやらないあれだね、その優劣はつけにくいと思いますけど、ぶっちゃけて言うと皆さんの構成とか見とっても大体思うけど、さっきもそうでしたが、ビッセル UFO 並べとけばめちゃくちゃあのひどーく大崩れは敷いてかんとも、結局なんか後ろの方短縮とかいろいろ何乱行とかいろいろありますが、いじっていくとさ、やっぱりその三段継続の火力っていうのもとりあえず全属世代、そんなにアスカとかあのゴー君とか食らったらさすがにカットでかいでさ5倍10倍になってくるのはあのダメージ当たるのつらいところはあるけど、そんでも何引っかかるときはあるけど、自分は引っかかっても他の人があの風引っかかっ、あ火が引っかかってなきゃとりあえずゴー君とか抜けれますが、自分の都合の言いましたけどさ、初夏とかのあたり行けばさ、なんだけどさ、なんだけど、うん、結局なんか作っててもこれ何歌舞伎で落としててもさ、4と5何まあ、ビッセル有効でもいいわ、これ結局全体と蘇生で、まあ火力と蘇生ですが、それか薬庫とかクレコとかの連撃系、まああれもまあ別に火力ですが、をと後ろ蘇生とか別に有効じゃなくてもいいわ、それはとりあえずなんか蘇生でいいわっていう多分流れになってくんじゃないかなと思う。ただビッセルが全体3ターン継続なんで、なんか水がかかるやつがおった方が多分やりやすいんじゃないかなって、私はうん、あ継続ターンが長いっていう意味で単純に、うん、最後やっぱ幅木とか出たりしてどうしても火力与えてかんとさ、蘇生蘇生とか並べたりと思うよ、あのあれもありますが、あの 100% カットとか最近私 100% カットなんか使わなくなった、うん、うん、デッキ的なところがね、対戦のデッキの中でじゃないけどさ、割と、まあ1は高火力で落とします。2はなんかカバウとかじゃないけど、ニューとかタイプ。で、3もまあバレンケとかウーマンとかタイプ。で、4枠がミカンとか、それからヘビとかの連撃タイプ。で、5枠蘇生が、私のだよ。勝手な、基本が、じゃないかなと思ったんですよね、あれがね。うん。うん。まあ、こっち行ったろうか。あれ、なんか出てきやがった。なんか出てきやがった。邪魔くせえだ。上、邪魔くせえだ。邪魔くせえだ。ここで使うしかねえんだな、しょうがねえもんな。でもこれ本当に多分皆さん見とると本当そうですよ、やっぱり遅延食らったり、確かにシーサムとかいろいろやった、4の2の高山先生とか、それからサンタとかのあたりの遅延とかいろいろやった、うん、その成功率がどんどん取っとるわけじゃないけどさ、
が理にかなっとるんじゃないかなと思っとる私は。うん、こっちか。うん、思っとる。まあ、もちろんこういう短縮とかああいうのは抜きにして、そういうのがどうのこうのかという抜きにして、うん、どうしても落としていかなあかんで、火力出してじゃない、そうだな、火力って言った方がいいかな。ハワキなんだ、アヌンナとか並べるっていうのは、まあ、あれはありはありだと思う。こういう風にしたくないんだよね。うん。こういう名前にはしたくないで。あの、ゴー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 みたいな、最後私のいつもなんか例え言うじゃないけどさ、コックスが5人ガーって並ぶとか、みたいな風にはあれだね。勝ち負けの意識じゃないけどっていうとこ考えると、三幕にあるだろうな、裸のあれを入れてく、なんだ、あの出てこんが名前が、ガッサ入れてくっていうところもあれかな。うん、勝ちパじゃないけど、あれな時って味方からそういうのが出てきて、うん、セルフ蘇生も入れてありがとうございましたということで、そこのダンス差がうまく生きる、もしくはピーコがガーって並んだ時とか、うん、ありがとうございましたということで、確かにありがとうございましたということで、あの風太郎落とせんのはまあわかるけど、タゲの誘導じゃないけど、でさっきみたいじゃないけど、あのパレンケの何3万コースのがおらんとちょっとあの寂しいんだよね、あれが、うん、使うのがっていうところはある。うん、運って言ったらいかんけどな、3万あのガサ使わん人は、うん、全属性。まあでも田島使っとる人とかもそうだな。デッキ的なとこだね。ただ歌舞伎的にはどうなんかなっていうのはなんかあるな。うん、そこはまあどれでもあれか。あとこれ本当に真面目なことなんだけど、1枠のターゲは結構重要。すごい私も思っとんだけどさ、いや自分で横着にしとってかんなって、こうやって横着見てやっとるけど、あの思わぬおもらしとか、そのタゲしてないとこ飛んでくるのがあるから、それがあれだね。いや、あの攻めるわけじゃないけどさ、この一二枠のここら辺何あの下げして打つのにさ、あのあんま大きい声で言わないよ、すっごい今日裏切られとるもんでさ、そこは思っとる。これ覚醒強いよな。こういう時あれなんだよね、ガッサのあれが引き継いでるけどカバーじゃないもんで、あれタゲが飛んでかんでいいんですよね。うん、3枠のでも覚醒実は強いって。うん、2発使えるで。うん、そこはわかる。まあ、全員打てるけどな、ここは。うん。あと、一個忘れとった。あんまりさ、これを、そうか。ちょっと待って、どれを打つぞ、これ。ここら辺？ここら辺もあれか。こんな打つしかねえんだな。まあ、あれは無理なの分かっとる。いや、この連射はもう無理なの分かっとる。
無理、あれは無理、うん、あれは無理、もう20万コースとかそんなので、うん、そこは思っとる。そう、ここのあれなんですよ。読むのが先行っちゃうのか。これは攻めんよ。攻めんけど。これ本当に何、自分に気がしとるのがさ、まあ、私多分かなり横着だと思うよ、うん、なってきたと思う。1手目2手目1ターン目2ターン目かは特にターゲットこの回答順の今の青矢印ついてますが、あれをしっかりつける。3手目ぐらいからはその何スキルかかってくるから、まあ、全体とかあるからちょっとは横着にできるところはある。うん、ありがとうございましたということで、それですごいあるああしまったなーって、ノータゲのあれがもう本当に流れ玉がボン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 、ありがとうございましたということで、飛んで飛ぶのがある、ありがとうございましたということで、うん、そこはある、うん、ありがとうございました。まあ、あれも結果的にあれだで良かったんだけどね。うん。乱子じゃないけどさ、先落ちデッキとかなんかいろんな遊んでやるのがさ、左におる可能性が高いじゃなくてさ、あんまりああいうことやらん方がいい。だから、今日はあんま、試せん。うん。やったよ、いろいろやったよ、先生のやったよ、先生のああいうのやったよ、ああいう私も対戦、いや遊びたいじゃん、いろいろ歌舞伎対策やったよ、後でお話し出しますが、喋りたいんだろう、ちょっとな、やったけど、あんまそれやってるとさ、しまったーって、みんな乱子出てくるとさ、何、一番左が2回最後蘇生、2回っていうか蘇生使っちゃうと、もう生き延びれんで乱子効かんじゃん、それができんのがちょっと辛いよなと思っとる。うん、そこ、それがちょっと私の遊び心をせき止めた。難しいね、ここいい勝負だな。これ見たいな。どっち行く？どっち先行く？どっち先行く？どっち先動かす？絶対あれだよね。操作できんもんな。何も言わんのはわかるけどさ、うまくできたかな。これを見たい。見たい。これ、風の方の風太郎が、火の方じゃなくて先だったら天才だよな。これ見たい。それを見たい。消したな。今心理戦になっとるもんな。ノミネーション、アドロー、セネ、ディモーション。今でも先押しして消したりするでしょう。ああいう風にあれなんですよね。さっきもそうだが。結果的には、あれじゃない方が、色変えた方が良かったって、あれだ、結果論はね。だけど、あれは、私もあれ正解っていうか、あれじゃないかなと思って。ちょっとあれ、2色並んだ時の、抜く、あれにはまっとる。後先じゃないけど。うん。
あれはちょっとハマっとる。ここら辺かな。あれを本当に何2個並んだ時ずっと例えとるけどさ、ガリソとあのあれ、いいね並んだ時、あれのどうにか抜ける方法だから結構今日でもあれじゃん、その先に押して消したりとかやっとるじゃん、あれをさ、でこれも本当に何自分に気がしとる。こういう時でもさ、あのしっかりあのちゃんと何一番体力何多そうなじゃないけどさ、とこで下げて、で後から何あの後押しして下げる癖っていうの、もう最後だと全体飛ばせるとさ、みかんとかかかっとっても明らかにオーバーキルやとおさんでしょう。あの、タゲしずにさ、あの、まあいいえいいえ、見てや、あれの癖をほんとつけとかんとさ、1手目と2手目。かといってあれなんだろうな、そこの何、なんだ、人間の信用とかあれじゃないけどさ、あのなんだタゲして何自分であの明らかに打てるゆるで一応貫突前提の 80% で見るけどさ、での使っとって、それをなんかあからさまに何疑ってタゲ横取りするっていうのもなんかあれだね、あの別にそんなにありがとうございましたけど、その自分に後ろめたいとかじゃないけどさ、人間のなんか姿勢じゃないけどさ、いや今日結構多かったんです、ありがとうございましたということで、ありがとうございましたということで、ありがとうございました、うん、ありがとうございましたということでが思っとんだわ。結構今日見とるよ、タゲするで、まあ別に数字的に足れるしいいんかなと、明らかにあれだなっていうのは、名前とか別に言ってそんな晒してなんかデスたりとかそういうあれはないよ、ないけど、うん、疑心暗鬼になる気持ちはなんかわかる。だけどあれだな、その人によってその問題が何本当に解けんって言ったら、これもまたすっごいなんか前あれだな、いやいいよもうひどいやつになってもいいけどさ、なんだけど、うん、そこら辺のところが、うん、今日本当よく見とるったわそれを、でそこがな、そういうとこかな、別にそれを何しっかり計算して覚えるとか押し付けたりしとるわけじゃないよ、当然どっち行ったった方がいい、どっち行ったった方がいい、こっちの方がいい、いやーあれだよな、思ったんだわ、熊野さんで4000行った方がいいかな、いや迷ったよ、一応行けるはいける分かっとんだわ、どっちがあれかなって、これあれだな、あーよかったな、6000いくつだったんだ、うーんそうか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 、これあやめとくわ、こうしとくわ、うん、ここも調整あれだね、回復ないからあのあれなんですよ、田島でいいかなと思った、96くらいでしょう、まあ、多分いけるだろう、まあ、最悪2発だったらあと私行って相手体力少ないから、逆にこれ相手があれだね、あのピオばっかおって回復がガン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 行くんだったら私が行った方がいいね、抜いた方が、うんうん、あ、来たな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 、
来たら来たら来たら対策来たらこれ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 あえてやらんかった。絶対あれだよ、たけてないで、あの先押してよ。あ、次5服できたか。そうか、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 そうか。全員あれか。そうか、そうか。私はね、答えとしては、計算してみて、幅切りにした。それか、対戦のデッキ的な観点で言うと、もう、ヴィッセルでもいいかなと思う。ここをもう何、全体を、あ、遅延とかも考慮してっていう構成でも、これかかっとるもんだ。これもう売ってこい。ちょっとこれ落としておこう。これちょっとこれはもうちょっと残数的にちょっと、うん、あれ、あ、そうか、遅延あったんだ。しまった、忘れとった。しまった、しまったな。またナダイツ、ナダイツ、ちょっと待って、ナダイツ。ちょっと待った。ちょっと待った。うん、まあ、その私もやったで、その対策デッキお話し合いいたしますわ、後で。喋りたいんだろう。そう、そんなことないよ、ということで。ほんで、そこら辺はもうあれだな、任しといてやるな。残りのあれとこは、幽霊に任せるしかないで、うん。私らで行くしかない、結構きついけど。クレゴパワーが飛んでくるで。あそこも読めやよかった。2の5来るか。もう絶対これなんだな。これしくったのがあんたあれだね。もうビッセル放題よ。そこら辺のダメ呼べあれだったじゃないと。使わん勇気がなかった。だって竹がどういう風に飛んでくるかわからんもんね。あ、言い訳しとる。さて、全体、あ、1個あった。よかった。よかった。そうだね。一応保険かけた方がいいだろうな。うん。わかんねえから。あ、かかっとるのが。あれかかっとるのがわかんねえで。60% が。私一人だけじゃ多分飛ばんで。ありがとうございましたね、これ。ありがとうございました、ということで。ありがとうございました。あれ別にささやかな私、ありがとうございました。優しさとかじゃないよ。本当に、何、飛ばん可能性とかそこら辺とかも含めてと思ったけど。対策を確かにそうなり、歌舞伎をはめるのは、可能なんですよ。うん。やっぱり二色だら、きつい、あれは。うん。とりあえず自分が使っとるから攻める方の立場やってんで、守る方の立場でもやったんですよ。確かにやっぱあれはハマるわと思って、うん。守る方はもう何、そこ答えを間違えてもいいもんでさ、本当は貼っとった方がいいんだよ。相手の後先見て自分を先に動かすのか後に動かすか、そこだけに神経集中させた方がいい。特にポジとか使うときは、うん。そっちの方がいい。間違えてもいい。うん、極端なこと。エクセなんか逃していい。優先順位は絶対そっち。うん、それは思っとる。
に飛ぶであれか。私が振っとくわ。あれぐらいの体力だとラムでどうだろう。本当は立場で打った方があれだけどな。立場で打って私があのなんだ、ナルトビ行くのが一番あれだろうな。立場先で早めの回答だけしといて私が先押しを変えてみたいな。4800だったわ。そういうこと言うなってこれもあんまり情報与えたくないんだけど。そうすると相手が右のパレが先に動いたらあのすごい賢い、うん、いや別にそれ攻めとるわけじゃない、 やらんからとかじゃなくて、これ絶対作成なんですよ。右のパレを先に発動させて私のを吸わせる。味方は2回攻撃とかとセットで、あの狼マンが火だもんで、そこら辺と巧みな攻防しないんだよね本当は。でしょ、 あれが一番賢い、うん、あのやり方が一番いい。オカビマン先、ただあれだな、そこは分からんな。こっちどこだったら。火オカミでちょっと計算すぐできんわ。落とせるんか？パレンケを、パレンケ1個落とさなかったな。ただやっぱりじゃないけど、守る方が有利な部分っていうのはすごいある。うん。ここはあれだな。こういうとこになるとあれなんだね。何カットか、カットというか、はばきじゃないけど、絡んどるもんでさ、しっかり落としたいもんでさ、丁寧にやるんだけどさ、で、あと、パレンケがあんだけだもんでさ、どうしよう、先に押しとくか。でもあれちょっと倒せんで、やっぱ二人おるからしょかと、立ち回るから、まあそこに甘えようみたいなっていう風になるよね。でも最初の方だと、まあ多分落とせるでいいんじゃねみたいな甘えが私は結構あるよなって結構思った。いや結構ハマっとるから、味方のせいとかどうのこうね、そういうするとかそういうあれじゃないんだけどね、うん、それはすごい思ったから、あれは本当に気をつけなあかんとこだなって、それは素直に思った、うん。本当はちょっと待てよ。いけると思った。ちょっと怖かったけどね、回復あったで。ああ、完全勝利を狙いたかっただろうな、多分な、そこだろうな。あー、いいよ。後ろが自分通ったらだろうな。相手使うと思う？多分あれだよね、完全勝利を意識してあれなんだろうな。相手使わんという可能性もあるでね、実は。あ、使うから。私が使うとあれが、予備があるでか。で、当然回復使うから。そこは。エヴァンチャが絶対落ちんより。うん、多分そこを意識したいんじゃないかなと思った。ありがとうございました。どういうあれが良かったんだろう、これがあれだったかな。ありがとうございましたということで、これどうあれだったかな、うん、
幅きはいけるかなと思ったんで、私あれは。ありがとうございましたということで。相手の後ろが、まあ、あれが正解だったかどうか、分かりません。うん、後からは。多分あれは完全勝利は意識したから、できるだけ、手助けはしたかったよなと思って。多分。だから最後にあれは忍ばしとるだろうね。おるから、リレーできるから。ダメージ割りいけると思った、幅きかかって、あそこは。うん、落ちんと思った。残数1だね。本当は落としてかんだけどね。あれは絶対落としてかんだけどね。うん。あれだけ落ちや。ただ、キノコは多分打てんだろうな。と思っとる。おそらく。落ちたな、これ。ダメだな。ダメだ、多分。なんか、ダメな感じだ。落ちると思う。ダメだな。違うな、これ。ダメっぽいな。うん。途中で落ちたで、多分、なると思う。出てきやがったな。なんだこれ。どっちもあれだっただろう。どっち行ってもあれだよな。私が抜いた方があれか。じゃあこっち行っとこう。あれなんですよね。ヤッコ等倍だでやりやすいんですよね。ピーコに。相手たち、助けられたな、私も二人も三人もおるで。ここら辺はあれだね、なんだ、イナフとの呼吸じゃないけど、っていうところあるね。うん。相手も逃げようがないもんな、これはな。これ、一個だけだと、あれなんだよね。調整できるよね、あれが。あれを、後先を。遅延からは逃れたで、まああれだっていうところか。うん、こうだな、本当に。対戦のデッキ的対戦じゃないけどさ、まあ一番あれだろうね、やっぱりガッサがキーマンになっとると思う、どうしても、うん、ここは。とりあえずここら辺をちょっとしといて、全体ではないけど。これもでも本当にあれだよね。火の全体マジで欲しいよな。いや、1ターンじゃない。1ターンだけじゃない。あれじゃなくて。あれじゃなくて。うん、これでかかったで。うん、ここにあれなんだよな。全体かけてこうやっていけるとさ、リレーできると、ね、みかんおかいこじゃないけどさ、みかんかけて、おかいこで、みたいな。
네うん、じゃあやめとこうん、そうだね、次さあれがあるから引き換えたら悪いだろうね、うん、思う五度一日幅毛使ってくるんだな、 100% の勝負してくるでな、うん、さてさあここだろうな、私が蘇生できんで買うのか知らないな、リレーしたくないで向こうもあれだろうな、当然ここへ合わしといて、あーこっち一応あれか、ありがとうございました。今が49分、匠の攻防戦だね、最後あれで、ね、向こうもあれだ、リレーされるもんで、ありがとうございましたということで、うん、ありがとうございましたということで、だからあのあれだな、ありがとうございましたということで、なんだ私を落とさなかな、ユウコ落とさなかな、リレーされるでな、ガッサモールでな、うん、引き継ぐどっちかは、どっちかは潰さなかもな、まあ一番あれだろうな、風蘇生なんて潰しとかなかもな、それはそうだろうな、当然のごとくね、えそうか、まあユウ後で、後で喋ろうか後で喋ろうか、どれがあれなんだろう、どうやってなんか言語化しやあれなんかなと思って、1対1で前で戦うっていうような風で私はデモンストレーションじゃないけど妄想しとるっていうので考えてみた、うん、どういく、いいよ、じゃあこうしとくか、とりあえず本当はあれだね、火まじりは本当はって別に嘘じゃないけどさ、あのレイフが言った方があの火力は高いんだよね、ただ今日まああんま大きい声で言わんけどさ、結構見とるもんでさ、っていうことかな、うん、私これは逆にあのあれ撃って田島の2発 どれか飛ばしてほしいかなって、どれでも撃てるで田島が今の状態なら、 あれがないで、あのピーコがないで、ここはもうピーコによって変えとる、先に行かん方が逆にあれな時もある、あの残りのピーコが多い時は自分がピーコ撃った方がいいじゃんねっていうような感じでやっとる、これで、ああ、これで4万パレか。これきついな。これきついな。フォニーがおるで。これはダメだね。いや。全部は無理だな。うん。フォニーは諦めた方がいいわ。あ、いけたな、5-4。いけたで。いけただ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 。それはもう 60% に行こう、動くの確定だな、あれだわな、ほーいけたんだね、あれこっちを体力置いてこれもらおうか、ちょっと待ってよ、これだ、いかん、これだってもう火力ないで落とせんねんか、落としとかんと、本当は幅木行きたいけど、残数3だで幅木行きたいんだよ、行きたいんだけど2個はかんわ、うん、あれはかかっとでさすがにつらい、
1はあれ、短縮コールで。短縮使った方がいいよ、多分で。もういいわ。あれだってヤッコにかけんと飛ばんもん、あれ。私はあれは何、ヤッコにかけんと飛ばんでと思ってもう使った、あれは。ああいう時は絶対出し惜しみしん、うん、飛んでもいい、仮に。基本的に残さんかな。さっき、あ、そうか、さっき使ったあれか。ここだ、ここだ。一応体力的にあれだ、ここだ。60% で優子 40ぐらいでもさすがにあれだな。ございましたということで。そういうあれはダメケースはあれだ。ありがとうございましたということで、うん、私は基本的にあのもうあの食べん、 まず食べん、残さん、うん、明らかにもう何、オーバーキルで絶対打てるだろうってだったらまだあれだけど、ただあれ難しいとこだな。星食った時で、まあ、あの、遅延カウントとか含めて、使っといた方がっていう時もあるわね。あれ、博打だね。あそこら辺は。あの、人のデッキはわからんもんね。自分の、何、自分以外の9人のデッキはわかんないじゃないですか。っていうとこあるよね、そこはね。うん。どこ行く？うん。あ、一回行っちゃった。一ぺこんって帰れんかった。まあいいわ。どれでも打てるで。うん。結果オーライ。ああなるともうぺこんって帰れんもん、あれ。あれが打てんな。車内に行っとこう。まあ。あれは残す。50% 上がるで。回復ないでどうだろう。4000だもんな。あれだな。ちょっとあれだもんな。50% あれきついもんな、あそこだ。どうしてもな。進化バリアでもあれ本当にやりにくい、マジで。言い張っとって思う、あれは。うん。行くしかないもんな、でもどうしても体力高いとこへ。うん。ここの2回はでも結構でかい。うん。結構でかい。だって7800の子で生き残ったので 1.2 だもんね。そこまでまだ、でも今2発だったもんね。そう。私逆にこっち行ったった方がいいだろうね。あ、こっち行くか。50%かかるでどうかなと思って。
本当は幅切った方が良かったかな、うん、ちょっと迷った、計算できんかった、60パーかかるでアンパン拾った、生き残っとで幅切かなと思ったけど6600幅切るのが良かったんだな、ごめん、俺がしくったごめんだ、俺だったわ、うん、仕上がない、多分幅切りの体力少ないでこっち行っちゃったら割れかなって、うん、さっきあれだな、幅切りだったかな、うん、そこは火に変えるの呼べんかったけど全属性2人だでまだあれだかなって、しくったなあれだ、ここでちょっと待てよ、ここら辺ぐらいか、ここら辺ぐらいか、あーでもあれ落とした方がいいか、薬庫等倍ならいいよね、ちょうど59分、これでなんか終わりになっちゃいそう、1ターン遅かったのがラッキーだったか、あでもあれが出てくるな、100% 後にあれが来るか、あれが待っとるな、カットが蘇生させない方が逆にいいかもしれんな、相手リーダーなんだった、これはあれだな、積みゲーになるかもしれんな、ここで仕留めてやれってとこか、あでもこれでよかったんだ、これでいいんだ、うん、私残ったり残ったり4人残ったり、これならあれだな、うん、でこうか、ここだろう、まあ、全員打てるわもう多分、そうだこれであれだったんだな、記事を落とさん方が結果的に良かったんか、これそういうことか、ありがとうございましたということで、もう一時で多分ダメだ、これで終わりだ、終わりだ、ありがとうございましたということで、ありがとうございましたということで多分これで終わりだ、入れば、おそらくでしょう、だからあれ言ったんだけど、うん、ということでこんな感じでございましたということで、なかなか緻密だなあれ、今までの全部が正解だったとは思ってないけど、味方の意見じゃないけど、あそこら辺はあのよっぽど何て言うんだろう、おかしなこと以外はできるだけあれだもんね、尊重したいもんね、ということで97の68微妙かな、そうだよね、うん、ということでいきましょうってことなんですけどさ、まあでも結論を言うと皆さんの構成見とるとわかるけど、とりあえずあのビスリューク並べとけばそこそこあれじゃないかなって、一番あどうだな、理にかなってそうっていうのがあれかな、ガッサが被ると思うけど、やってみて思ったけど、歌舞伎とかなんかそんなにガッサ以外使う人で全属性水混じり田島からあのタウロスから使う人一通り含めて、それかあの2枠で全属性に書いてなんか3枠に新様とかあのあれビッセル置いたりする人とか含めて、ガッサはやっぱり欲しいと思う、うん、3枠でやっぱこれが何遅延とかそこら辺の対策じゃないけどさ、うん、特に裸で使ったらあれだろうな、セルフで使ってくる、セルフで使ってくるのは後ろまた変わってくるわね、遅延置いていくとかあのやり方変わってくると思うけど、うん、あまりに被っても困るけどね、さすがに何くじ引いてすぐだで歌舞伎5人とかそんなおかしな展開にはならんけど、それでも2とか3とかはそこそこ見るようになっていたから、
ちょっと今火力供給過多になってつつある状況だから、ソース入れた方が美味しいんじゃねみたいな、で本当にデッキ考えるんだったら。ただ今日はもうどうしてもあのレビューじゃないけど、まあね、使い倒したいろんな風な感じで、あえて、うん、ポリなんかちょびっと本当にやっただけ、うん、こんな風にいくかも。まあでも歌舞伎入れて正攻法でいくなら右の感じじゃないかなと、もあれを一応代表にしたんですよ、とりあえずは、うん、あのあれなんですよね、ガスタのあれの弱点はあのカバウじゃないもんでさ、カズ太郎無理やり引っ掛けたってさ、あの結局何あのパレンケの方に攻撃であかんのですよね。ただ今日ちょっとオーバーキル気味なもんで倒してくれた方がいいよね、うん、ビッセル投射ある程度いいと思う。ユウコはまああの遅延食らってもいいわ。ビッセルの方通したい、うん、あとはもうちょっとあれだね、サイコロ勝負じゃないけど何が出てくるか、敵味方含めての噛み合いじゃないけどに任せるっていうところはあるかな、うん、はばきとかよりは全体かけて勝負しに行った方がいいと思う。それからヤッコとかあのクレコとかかけてく、落ちてくんだったら全体じゃないかな、ガッサかけてくんだったらそっちの方があれだと思う。対戦のなんかなんだろうこれ、あのマニュアルじゃないけど基本ってことないけどさ、っていうような感じのすっごいだいぶだいぶ昔、本当に大昔じゃないけどになんかそんなような風に確か買い取ったような私見たような覚えある、そのデッキの考え方でとりあえずの構成として。初手効果力2枠カバーかなんかあったかな、3枠も運はとかのなんかああいう耐久カバーじゃないけど、で3枠が連撃とか全体とかもしくは蘇生で、最後はもう蘇生、その頃はなんか今みたいな複雑なカバーとか確かなかった覚えあったんだけど、うん、っていうような俗に言うところのウーマン、ミカン、コックスとか、まあそれなんか水風みたいになっちゃうけど、ねえようなイメージ。うん。火で言うとあれか、あ、昔はあれか、アッシュとかそんなんだったか、火だとちょっと違うか。あれだとシー様とか使ってくる展開になっちゃうか、昔の覚えで言うと。うん、だから、いや、継続ターンが3だから、イモニア2だけど、そこ、かな。で有効が全属性でかかっとる、で捨てが高いやっぱり、で蘇生率高い、4ターンで発動できるっていうところが結構な条件で向いとる。でさらにこれぐらいのコスト帯になるとアスカが出てこん、まず見に、ゴー君はちょろっとある、アスカほとんど見んかった、もう見てない、うん、カットできて止めること の可能性と全く誰も倒せんっていうところを天秤に取るとあれなんだろうな、最後まで多分全部カバーでいかん方がいいかなと思う。だから4を固定にして1,2,3をいじっていくだったらそんなになんか崩れんのじゃないかなって思っとる、うん、私的にはね。遅延とか食らってちょっと何あの完全敗北とか続いたりっていう可能性はあるよ、うん、短縮されて親父発動されたりあるけど、トータルで見るとじゃないかなって思ってます。ということで1枠を引き換えるのはあの好みだね、うん、一見なんかあのラムとか打てて有利そうじゃんって思うかもしれんけど、その分倒せんデメリットはあるから、うん、いたしだと何多少自分が誤投したりとか味方の何あのタゲとかきつそうな時とかあの奪っちゃってということできるけど、あれやるともう自分の打てる範囲しかタゲれんから他はもう無視になっちゃうでね、うん、そこに手回せんから、でさらに言うと打ち漏らしも含めるから、そのデメリットと2枠の火の変えるメリットが合うかどうかってことだね、うん、あのラム抜けるとか含めて今日結構オーバーキルに出せるもんで、ラムかラムじゃないメノムンかメムノンか田島とかからまだ殴っていけるとこあるね。ただあのあれだね、ピコが絡むと辛いね。究極のところ行くと2枠あのピコ3人か4人あとめっちゃうざいよ。あれ4人ぐらい固まった時あれひどかったね本当に、うん、であのほじくった3枠からあのあいつラムだったかあの回復のあれでできて、みんななんか体力満タン状態で逆になんかパレンケ状態みたいな、相手パレンケ2人か3人ぐらいでこう並んだ時とかあの生存補正がでかい、ピコを残すっていうのが一番あれかな、ピコ使っとる人を残せるような構成、1ターンだって生き延びるだけで 1.2 ではでかいよあれは真面目に。で補正入っとるから 5,1,2,3,8 ぐらいでしょう、1万とか言うんだって暇じりじゃん。
風太郎引き継ぎなんかよっぽどのことでなき、あの悲言おらん限り火に死んじゃう。っていうか、沢間君のところあのガスタオルでなかなか火に変えにくいじゃん。明らかに耐えれる状況だったわけよ。歌舞伎が全属性で火に変えようが水に変えようがあれだもんね。何一緒だもんで、っていうとこあるよね。だったらもう蘇生させた方が、ってなっちゃうよね。うん。かな、って思ってます。ということで、ちょっと待って。そう。先生の見てちょっとあれだね。燃えたけど。歌舞伎対策のチラシをして、でも結局後ろヴィッセルとかのいいかなって、幅切れたりした。後ろ耐久値的に言うと、あの幅切、あの計算的には一応高かった。あの水とか、水の90パーも含めての計算した、とりあえずは。うん、その要は何、90パー引き継ぎますが、で幅切か、それかあいつルール置きますが、ルールだと10万弱ぐらいだったかな。その代わり水限定。あと、とりあえず抜きにして、カット率85。なんだけど、幅き、6800、カット率60。なんだけど、体力は高いものあれなんだね。トータルとしての耐久値は幅きのが若干上回っとった。と思って。いや、いい勉強じゃないなと思って。計算してみたんですよ、とりあえずは。うん。だから、純粋な耐久値という意味だけで、とりあえず水とかその全体にかかるとかは抜きにして、うん、やってみたけど、私の意見で、私の意見で先生怒らんでよ。で、そういうあれじゃないけどさ、最後やっぱあの欠けてかんとさ、幅きとかで確かにそこ行ってあれでわかるけど、まあ、もちろん横殴りだからあの落としにくいっていうのはあれだけど、底力勝負じゃないけど、相手の結局私みたいじゃないけどさ、ああいうピコとか歌舞伎とかフォニーとかで固めてた構成と向き合っていくと、あの製造構成がやっぱうざいもんで、落としてかんと、あの何2ターン、もちろん蘇生して1ターン、そんだけでもあれだもんね、地味なところのデカさはあるからさ、見えんところなんだけど、それを本当に何ピコにやらせると無双状態にされるっていうのはワンサイドゲームになってしまう、うん、があるから、このコスト帯でも落として意地でも落としてった方が、うん、だから実は火力あれなんかなって、かばってくより、うん、あれこれ多分スキルの設定の仕組みじゃないけど、4枠ぐらいからあれなんだろうな、急激に火力とか、多分なんかこういうのって数値化とかできんのかな、平均火力じゃないけど、なんかうまく言語ができんかなと思うんだけど、継続ターンもある、もちろんそっちの方が効率的なんじゃないかなって。数字でなんかうまくあれだね。グラフとかでなんか説明できるというね。いや、自分そんなあれだよ。あの、データ取ったわけじゃないけど、体感的になんとなく思った。やっとって。うん。継続ターン確かに幅くも2ターンかかってて、60% カットあれだけど、うん。かかる火力がでかすぎるってところかな。あの、歌舞伎どこでもそうだからね。その今3万コースのパレンケのところを3万コースの歌舞伎で落としていけるってなって、もちろんこれ、あのあれだ、だからあのピコ残した方がいいってのがあるんですよ。ピコを残してあの回復されると歌舞伎がワンパンでできにくくなるんですよ。あれ、よく見とるんですよ、うん。そうすると他の田島とかのも吸える部分があるから、そんだけの差でもでかいもんで、うん。だから、あのピコはあの率先して殴ってかんと、あのあれはあかん。うん、あんなもん残しといたら。うん。かな。だから、私作るんだったらこんな感じにする。どっちにしろ4とかが固定になっちゃうかな、どう いじってっても、うん、っていう結論だった。私ははめるだけならはばきとか入れてやってった方がいいと思う、うん、ただ全部が全部あれだね、水混じりとかってわけじゃないから、言わんごとか難しいね。クレコとか出てかれるとそのまま抜かれるとこあるから、うまーく初夏とかのところとガッてひっくりかかるのはあるけど、そのひっくりかかって全部何スウェーターにしても、そこの何相手の分をなんだあれ、ルールか、ルールとか幅き使って落としていけるかって言われると難しいよね。ヴィッセルだったらとりあえず味方に誰か一人ぐらい全体売りは全部が落とせるってわけではないにしても、まあ自分に都合のように言ってますけど、そこで落としていけるもんで、ここが多分あれだね、あの防御と火力の切り替えターン的な割合かな、割合というか境界線みたいなって思ったんですけど、今あのポディとヴィッセルの横のところジューって手で線引いてる感じなんですけど、どうかな、私の考えとして、お前合ってる間違ってる別として、とりあえずそんな風に考えたということで、うん、
組んでいくんだったらこんな風にやれかなって、うん、あの先生とやった時私あの問題間違えてあの知らないであのみんな水かなんかだっててタゲしてほしい人が全然あれだったもんでさみんな言っとったけどダメだったもんでさで知らないで私タゲったんだけどあの問題間違えてあの落とせんくせしくったんだけどさ一応ポディウム落とせるんだよね計算してるただもったいないよねでもこれからもう出てくる道だよこれは、うん、引っかかるっていうところはそこのところ今日なんかこんだけコストをたたくさんに下げるからそういうことやっとってもいいけどシビアなところで作っていこうとしてあの歌舞伎とかで落としていこうとするとポリとかで、うん、二択はもうきついあれは真面目に先押しできんもん押したらもうあの終わりだもん相手にポジ先カバーされてそこ吸わせあれだもんねラッキーだもんね歌舞伎の火力なかったあと歌舞伎が2とか3オールだったら別だよ、うん、それはもう甘えちゃってもいいかもしれんけど1とか何150とかそんなとこで無理やり近づいて直ったりしたらそれはもう相手の見せたら終わりだもんねあの攻防戦を本当なんか制したいね先押し後押しをね、うん、あの攻める方が守る方じゃなくてだから今日でも結構皆さんそうでしたか先に押したりして消したりしていろいろやってましたが、うん、やっぱ考えること一緒なんかなと思ってね途中のことでもあれで私言ったかなと思ったんだけど、うん、逆にその攻防の方の考えも見たいよねどっち先に押すかな後かなってうん押し直す暇がなかったというのもあるあれ直前にできんからね消しちゃうとあのカバーが消えちゃうから、うん、たまに見る場面で、うん、なかなか面白い、まあ、あの攻防戦というところで、うん、まあこんなもんやってみましたということでこれもやって思ったけどやっぱり落としてヴィッセル優子出していくっていうのがどれを作るにしても、カズ太郎の引き継ぎ何を使うにしてもあそこ、いろいろありますが選択肢は。別にタウロスとかあそこら辺でもありだと思うよ。うん、体力5000円ぐらいとかあるのやつだったか、田島とかそういうのは別にして。田島とかでは別にその一発、自分のとこ飛ばせるとこあるから、歌舞伎が一発っていうとこあるから、もちろんカバウが先に押すから、あのカバウが押すから絶対カバウの方先に弾飛んじゃうという性質はあるけど、うん。引き継いで何か置いてヴィッセル優子とかっていうのは理にはかなっとると思う素直にうんだから全体かけて蘇生っていうのは多分あれなんだろうねだから歌舞伎の優位性が出たかどうか今日ははっきり言って別だと思う純粋にうんフォニーと比べては弱くはなかったと思う素直にうんでまあこんなもんやってみましたということでそう最初にやったのを計算してみてさ、先生のルール見て。うん。で、もう計算してみて、どっちがあれかなって、継続ターン2があるんだったら、まあ、落とされたとか何、相手に水がおらなくて、落とされても合理的かなみたいな風に計算してみて、面白かったんですよね。85% の4000いくつの後半のルールが、9万いくつぐらいだったかなちょっと忘れちゃった。覚えてないな、あとね。で、幅木が10万ぐらいだったかなその 90% 込みでね。とりあえず込みで。込みで、あの、先生のサイトのあの、計算表じゃないけど、で、うん。と思って。体力高くて、カットが低い60、90のかかりがでかいからだね。純粋に。うん。水だけ、それ以外で考える話はとりあえず別してください。そこまで言うと、めんどくさくなるから。うん。あんた頭が処理できてないでしょ。まあ、そんなこと言うなということで。うん。やってみて思ったけど、うん。うまくいったときあったよ。結構やってると、なんだこれいい風に引っかかっていくじゃん、みたいな思ったけど、火力足りんよな、と思って。引き付けていくのはいいけど、結局味方の田島とかそこら辺任せになるか、全体乗せたいかな、と思うな。飛ばしていく方法は結局そこしかないかな。まあ、クレコとかに引き継いで全体打つっていう手もあるわね。でもそれ水しか引っ掛けれんよね。まあ、結局この3枠の、歌舞伎のところだけ引っ掛けて、ワンパンでパレンケを落とせんかったらラッキーかな、ぐらいの使い方の方が多分いいかなと思った、私は。だから後ろビッセルとかのが。うん。残数差が一番作れるところってやっぱ3枠だと思うんですよ。いや、歌舞伎が打っても、ポディ使うことによって。当然、風太郎引き継ぎのあのガッサとか含めて、裸のガッサって私言ってますけど、水変せずに、全属性とかせずに、うん。そこが一番つけやすいから、そこでつけて、もうあとは全体モードにかけていくのがあれかなって、今日のデッキ構成的には。うん。まあ、ざっついぶっちゃけた言い方すると、4と5に
ビッセルというこういう時はまあ適当にしてもなんかあれじゃないかなっては思っとる。うん、あとは細かいところのタゲとかあれだね。書店とかもあれだね。あの疲弊していくメリットとデメリットとどっちがいいかっていうの分かんねえ。うん、その分うちもらしもあるわけで、逆に疲弊したからね、据えたっていうか耐えさせたっていうところもあるし、逆に疲弊したから水にやられたっていうところもあるから。うん、まあ、ラムが落とせるっていうところのメリットはあるわね、そこは。ただ、カジタロと絡むと辛いよね。やられるとね。うん、そこら辺の難しさかな。どっちか分かんない、はっきり言って。メリット、デメリットは。うん、やりましたよ。まあ、結局、大一の引き継ぎは、あの、田島がやっぱり純粋な火力が一番高かった。うん。イナフとか、ピーコ、イベホでかけてっても、純粋な火力は田島の方が高かった。ただ、大一は、あの風魔以上にやりにくい、ものすごい火力ない。カノプも確かあれ打てたんかな、あれ風魔打てんもん、日の四千がきついよこれ、本当に倒す相手が。遊びとしては面白いけど 1.3 かかってって稲風のとこ行って 1.8 ぐらいだったかな確か。歌舞伎をそこまで火力上げる必要があるのかってことだね、まあ、これやってくのは2田島かなと思う。で、やってって、歌舞伎で行って、後ろ遅延かな。うん。まあ、ただ、こんな風にしても、4号、あんな風に置けば、そこそこは、動きました。遊び要素としては。ただ、ここで使うゆるではないね、素直にね。うん。まあ、意外なんだけど、見て思ったんだけどさ、引き継いだ、ソフィアの火の7157が一応ピーコ乱数なんですよね。あ、確率はいいよ。96からぐらいだったかな確か。うん、96、94ぐらいだったかな。うん、一応乱数は乱数なんですよね。もういろいろやり方あるんだなと思って、と思ってやってみたけど。弱点は、あれをもらえん。回復はもらえん。その代わりに、皮片が切れて生き残った時に、水蘇生の可能性がある。うん、そこかな。ただ疲弊したことによって水変したやつらが、あ、タゲする相手できたらヤッホイってタゲられるっていうとこかな。うん、まあいろいろあるんだなと思って結局後ろはあんなふうにしたんだけどね。うんっていうことで、まあ、私はこれかなと思う。うん、なんだかんだ言ってイベホで火力あるし回復あるから、進化パレ落とされんくても進化パレに落とされるってことはないよね、ここは。うん、でピコと並んでもこっちのピコの数が多いと相手が落としてきれんっていう逆パターンもあるもんね。こっちのピコ自分一人で相手のピコ3人ぐらいあった時ピコ殴っても落とせんっていうのはあるあるだから。で風太郎に関してもそうだね。ワンパンできるところ本当はワンパンできなくなって2人必要になったりとか、田島で落とせんからしゃあないでピコと落とさなかんと、そうすると他のところのピコが追っかけれんとかっていうところあるから、2枠のピコの数実は10だと思う。うん、1より2、2より3多い方が絶対に、強いと思うよ。だって落とせんもん、その分後手を踏んでく。うん、結局使った方がいいっていう私やっぱ結論だ。ダメ系とかしとってイナフとか見とって確かに倒せるんですよやっぱり。うん、かけていきたいっていうのを思ったけど、これをまあこれ明日の布石になっちゃうんですけどね。あ、早くちゃっちゃと行った方がいいね、これ巻いていくで。うん、まあそんな感じということで、電池切れるとかんで。うん、比べてみたけど歌舞伎の方がいいかなと思う。ただこれどういうあれなんだろうね、対面で見たとき、フォニーも歌舞伎も倒せますわね。お互いで見たときに。でもそう考えずに、フォニーと歌舞伎を当たったときに、両方体力を3万って考えた方がいいかなと思う。要は、何カズタラ引き継ぎのパレがおるっていう、対マンしとるっていう前提で、フォニーと歌舞伎が。なんだけど、進化パレじゃねえわ。カズタラの引き継ぎパレを落とす前提の戦いですると3万落とせるってことを考えるとすると、歌舞伎は落とせるけど あいつフォニーの方は落とせんっていうこと。うん、あ、その進化3万パレにフォニーかけるとかそういうのは抜きにしてっていうような、何勝手な自分の都合のいい仮想空間で例えちゃうと、
そうすると歌舞伎の方が有利なんかなって。両方何全属性でヴィッセルもらえるとか一緒で、フォニーのメリットってあれなんですよ、生き残った時のヴィッセルもらえるってことなんですよ。だから水風とかすごい有利なんですよ、飛ばしやすいっていうの、うん、それは思っとる。ステノさんも地味だけどでかいね、6600割でかいね、全体かかってる時やっぱ違うわあれは、うん、で短縮とかもらったりした時に2回目のフォニーはあんまり効果ないですよ、前も言ってると思いますけど、60% カットかけたってそんなに味方体力の多いの残ってるわけじゃないから、私そこ何火力モードに入ってるから飛ばされちゃうけど、逆にあれなんですよね、歌舞伎にもう一回かかった時すると、はばきとか落としていけるのがでかいんですよね、うん、無条件で。それから残数差、向こうの方がデコッとボコッとなっとるところ、ボコッとじゃなくてデコッとかところも無理やり上からでも殴っていけるところ、ああ色カバーとかかかってても殴れる、 そのでかさもある、うん、生き残っとで生存補正もあるしかな。フォニーやると歯がゆいなと思う、なんだこれ、あれ先押ししたら、あ俺違った歌舞伎じゃねえわと思ってダメなんだと思って、うん、そこはある。フォニーの方は相手のパレンケの塊を落としてけんのですよね、カバーの耐久値を上げることができても。でも裸のパレを何フォニー使って3万にしたって歌舞伎で落とせるもんね。こうなんか想像と違うとった世界としては、他の条件いくとまだいろいろあると思いますけどね、遅延とかそこら辺の兼ね合いと もフォニーとは似たような扱いだと思う、うん、全属性でね似とるしみたいなで、勝手になんか なんだろう、対決じゃないけどさ、比較で思ったんですけど、うん、割と私多分使ってる方だと思うんですよ、これ、うん、感覚的には何か分かる。今日に関しては絶対歌舞伎のがいいと思う、本に使って思った、だって落とせんもんね。そうすると相手の方を落とせんくて、ジリ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 になっとってさ、こっちもまあジリ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 になると、結局そうすると相手ほじくった時にはばきとかなんか出てきて、クレコとか出てきてっていうことで、なんか残数並んじゃうってとこかな。もちろんこっちがカバーをおらんくて落とされるのはあるけど、でも少なくとも歌舞伎使ったと相手は落とせるもんね、うん、でもフォニー使ったと相手の方は落とせんもんね、落とせんってことないけど、パレンケとかおらんかったら別で、そんでもフォニーかかっただけじゃ、フォニーで落とせんすかね、うん、っていうとこかな。使っとる人が少ないというか、めちゃくちゃ多くないっていうのは、これがもう供給過多になりすぎると逆にあれだろうね、困るだろうな、うん、フォニーの方は落とせるけど、あれだよね、歌舞伎の方は落とせるけど、フォニー5とかで固まったら、そんでもあれか、落とす方があれか、そこぐらいの火力だったら、うん、なんかこれは本当にうまく言語化でないけど、グラフとかの表とかにしてさ、自分がしっくりくるような説明ができると最高かなって、ずーっと最近思ったんですけど、そんなことばっか考えたら、まあ、時間前ちょっと早いかやということで、チャットで行きましょう。うん、まあこんな風に遊びましたということで、まあ、4の2置くのは運がある、うん、まあ普通に組んだ、普通にヴィッセルとかで行った方がいいと思う。先生すっごい鬼な構成しとったけどね、4枠サンタなんだよね、ガゼカットすげえよなと思って、対面に当たった時もそうだよ、短縮されて思いっきりやられてストレート負けじゃないけど完全敗北とかした時あったよ、なんだこれ天才だなと思ったけど、うん、ああいうとこの発想さすがだよな。私それ想像しにかった。私ある程度の人のデッキってさ、職員でどんな感じに来るか結構想像したりするんですよ、ちょっとこんな感じじゃねえかなって、私の何先入観を持った性格とかで、ね、これあれですよ、名前言ってない他の先生方もそんな感じ、多分こんな感じじゃねえかなっていうのは最初当たった時にね出てくるのは予想しながらは対戦しとる、割とうん、それは初回の楽しみなので、うん、まあ多分そんな感じで構成するんじゃないかなと私は思った。絶対カウンザルパレなんかそんな使うわけないと思って。まあ、全属性とかなんかにして、3枠に3ターン置いて、で4、まあ高山、5、こんな感じの構成じゃないかなと思った。3が何来るんかなと思って、まあビッセル、そうだな、ビッセルあるかなと思った。3ターン4は読めんかったわ、あれは。買っとるんだから動いとるんだろうな。全部が全部そんな回数多く対戦してるわけじゃないから、見てるわけじゃないけど、うん、難しいところ、トータルで見るとどっちがいいんだろうね、うん、性格的に私も素直に組んじゃう、やっぱりストレートに継続ターンの3が魅力、あとなんか乱行不思議と使わなくなった、
1ターンだけ耐えるのと、これが軟骨カットしてデストロみたいに言ったらごめんなさいね、うん、考え方っていうか、なんかスキル宗教みたいなとこあるかな。継続ターンをやっぱ優先しとるかな、うん、とりあえず生き残った後のみたいな、うん、まあこんなんもやりましたということで、一応火力出せるのはあの大一かけるのは立場なんで、うん、ただこれやったってやっぱピーク固まると全部が全部落とせるわけじゃない、自分だけじゃやっぱあれだな、難しい、これが2体ぐらいとかおらんとピークの固まりはやっぱきつい、うん、それだけやっぱ耐久値高いわ、みんな上がってくもんで、ピーク1人ならいいけどピークが並ぶとあれだもんな2倍3倍になってくて、田島とかだったら HP 回復させて知れとるけどさ、そこだね、まあ、結論は2枠使った方がいいんじゃないのって思ってますということで、うん、ストレートに行くなら、うん、三幕の蘇生がないなら、うん、こんな感じかな。逆に相手の火力がなくて味方のパラインキを落とせんなら、うん、ここら辺は時の運じゃないけど、どれがいいかは分かりません。うん、いや、いろいろやったよ。うん、こんなのうまくいってポンポンあれだよ。なんかポン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 変な風に完全勝利してレート上がってた時もあったけど、トータルとしてどうなんかなと思って。うん、これも。うん、まあこれはあれだよな、イベホダで置いたけど5は2でいいだろうね、4の2でいい、4の2か5の5の2でいいだろうね普通に、うん、まあ、こんなんもということで、それで明日早かったね、なんとか巻いて巻いて明日でございますということで、水風、あこれまだあったな、これも似たようなやつか、うん、ああこれピーコ使ったんか、まあこんなんもやりましたということで、さらっといこう、うん、遅延してどうかって思ったけど全体かけたら悪いかな、正直タイミングははっきり合わん、そんなストレートにいく展開そんな少ないもん、うん、どっちか言うと相手の幅き止めるよりは私あのビッセル通したい、うん、そこ止めるより止めるんだったら最後の蘇生止めたい、うん、4幕止めるのせいぜい怖いのって幅きじゃん、クレコとかまあ諦めるじゃん、連撃とか薬庫とかまあいいわって、本当は良くないんだけど、うん、あの先落ちの先落ちじゃなくて甘い構成じゃないけどさ、あの4の2とかそういうの入れてくるの、あの蘇生とかっていうの使ってくるんだったら C 様の方があれかなと思う、 4枠に4蘇生とか、でもこれ多分ね先落ち構成とか組む時4ね、あの蘇生より遅延とかの方がいい、遅延とか短縮の方がいい、4の2短縮とか、そうか4の2遅延とか 4ターン蘇生あんまり向いてない多分、うん、発動できても食らう可能性があるから、うん、要はスキルダウンが間に合っても、うん、って思う、私の結論としては合っとるかどうか勝率に影響があるかどうか別としてということで、そんでじゃんじゃんいきましょうということで明日でございますということで、まあ一応とりあえずは考えたんだけど、明日の要は並びでさ、本当はいなく良くないと思うんですよ私は、あ3人だから特におもらしにつながるってことで、キューバ。一応私の考えね。ここら辺ですが、補正が。バトラー込みでして。で、これいろいろ全員、福ちゃんの疲弊込みも含めて、計算してみたんですよ。対面で1対1で当たった時に、とりあえず、2枠に置いてあった前提で、バトラー含めて、それか他のユルとかも含めて。イナフやっぱ倒せん相手が多い。うん、バトラーがあれだし、乱数含むし、で、疲弊された時に当然、福ちゃんを裏食らいますが、まあ、もちろん、いいねがおったらどうか、そういうのは別として、ラムは逆にあれだね、弱くないんだけど、疲弊されたら裏食らうとかあるね。で、おかゆこは弱く、秘密で何、やりやすいんだけど、火力が低い。うん、倒せる相手が限られるとか、3000の4500とかでしょう。うん。そう考えると、私は2枠的には、スキル引き付けんけど、バトラー使った方がいいかな。要は、イナフだと、イナフで何、バトラーとか確定取れやいいんですよね。もう、福ちゃんの裏を諦めるとして、その火の裏を諦めるとして、うん。確定取れるんだったらイナフ使ったかな。うん。まあ、一応こんなんも考えた。うん、これは、歌舞伎なしで考えたんかな、とりあえずは。なんで初手も6600にした、いろいろ出てくる可能性考えてオールマイティに対応できた方がいいだろうなと思って、うん、とりあえずはにした6600、風の8000とかできたらそこは諦めるわ、うん、それはもう勝負しにくいしかない、96ぐらいの乱数じゃなかったかな多分、うん、のような覚えがあったんだけど、うん、
って思う。汎用性の方を拾ったってことかな、幅広さ、うん、突出した火力じゃないけどっていうところで、だから2枠イナフじゃない方がいいかなと思っとる、うん、本当はあの4枠の火力が足りんくなってもね、かけたいんですけどね、うん、あの歌舞伎使うと何使いさんみたいなブーストアップできんから、でまあ一応とりあえず歌舞伎構成じゃないけど一応イナフは置いといた、うん、本命は私の一応事前予想は違うけど、まあこんなのも作ってみましたということでどうだろうみたいな、あえて止めに行って最後なんか蘇生の代わりに耐久装置作るんだったら、ただ弱いわなこれだけじゃ 67% 低い数字ではないけど、その代わり4に遅延がおるから連撃を止めるっていう前提だったら最後蘇生じゃなくてかばって、うん、かなって、すごい高い耐久値じゃないけどね、めっちゃ高い耐久値じゃないけど、うん、疑似はばきみたいな感じかな、イメージ的に言うと、うん、止めれやね。ただイナフでこれがあれなんですよね、イナフで何ここら辺の明日のキューバのイベホからそれからのあれバトラー含めて全部確定取れやいいんですけどね、あの疲弊は諦めるとして2役の色合わせはなんかあの 裏くらった時やっぱダメなのもある、引っかかるのもある、もちろんガリスはあるけど当然そこはあるあるある、うん、前回はただそこら辺の何ガリス引っかかるかとかそういう裏とかを含めたところあったにしても火力上げてった方が良かったかなと思った。前回ガリスじゃなかったかな、あれって火使ったり何だったかな、あれ火風かなんかあったかな、ガリスじゃなかったな、うんって思う。私は日風だったかな、ちょっと忘れちゃった、うん、全速だったかな、忘れちゃったけど、うん、しゃあない部分はあると思う、妥協案じゃないけど、うん、まあソフィアでもどうかなみたいに置いてみたけど、ソフィアでもあれなんですよね、あの結局倒せんんですよね、バトラーそこなんだよな、うん、で、まあ一応本命結論的にはこんな感じかなと思う。かけれんのが嫌だもんで、あの、ヘビンとこの火力のなさが、あれは水にしたのはあれに引っかかるで。あいつ、モズルに引っかかるから。で、最後も結局あれがいますが、風カットがあるから。まあ水だろうなと思って。最後はどっちか思った。全蘇生にするか、水だけ蘇生にするか、藤間城にするか。藤間城は若干火力あるから。うん。蘇生ずらしみたいなことできるかなっていうのも思った。うん。一応最後水っていう結論。まあもちろんこのコスト帯で、じゃないけど、アスカが出てくるっていう可能性も否定はしんよ。うん、そこはまあ諦めるわ、税金として。うん、あの、風に引っかからんもあれかな、だろう。ただこれ火力かけてかんとあれなんだよね。ゴスとかあのあたりできつくなると思うんだわ。あの火力が足らんっていう意味で。まあそこはショコアとかおるだろうという意味で。うん、ただ2枠の攻防がこれ何乱数とか含めたところで言うと、バトラが一番やりやすいかなって。まあもちろん全速なのもあるよ。風に変えれるのもあるよ。ガリス食らった時には思うけど、ガリスでもこいつ倒せんもんね。対面で見て。もちろん田島がおるとかそういう話で抜きにして、1対1で戦うという前提で、なんか全員シャッフルじゃないけどさ、ここら辺のキューバの補正とか、バトラ含めて、それから使えるゆる。極端に言うとマジを2枠に使ってもいいから。そういう可能性全部含めて自分の中の結論として考えてみたら、まあバトルを使った方があれなんかなって。後ろに火力を引き継げんデメリットがどう出るか、あとはイナフとの天秤に考えてっていうとこかなと思っとる。あと3ほどいいか。ただ明日あれなんで、ゼネコンが確定取れんもんで、イナフ使った方がいいっていうか可能性はあるかもしれん。計算して分かっとる人は、風ゼネ使ってきて歌舞伎が乱数っていうとこは知っとる人は、うん、それでかばっていくっていうのもある。ただゼネコン使うとあれだね、火力低いもんで歌舞伎倒せんだろ、多分乱数だろあれや、うん、っていうとこはどうかなって。まあ味方に田島がおるって甘いはあるかもしれんけど、でも3ターン差はあんまり甘いで考えた方がいいと思う。風太郎ゼネコン使っても、風太郎って結局何バトルは倒せんで、ゼネコン使っても歌舞伎が乱数とかっていうとこいう風に考えたらあれかなと思ってる。分からんすよ、勝手な私の妄想だから。ということでこんな風にしましたということで、ね、まあそんな感じでございますということで終わりましょうかということで、まあトータルとして、うん、な感じでございましたということで。
まあ、結論はあれなんだろうね。ビスリウコ使っとりゃそこそこあれだったんじゃないかな、なんとなく思っとる。歌舞伎の優位性を証明できたか、逆に大したことないって言えたのかどうかっていうところのなんか判定材料にはなんかなってないかなって思ってますということで、まあそんな感じで終わりましょうということで、はいということで、そんな感じ、終わり。天地きれんかったね。